今日はみなこちさんのご紹介です。1998年10月10日生まれ、身長164センチ、スリーサイズ98、62、90、北海道出身。みなこちと聞いた瞬間、みんな私のポチなのよの略かと思い、ちょっと血圧が上がってしまった方も多少はいらっしゃるかと思うのですが、由来はさにあらず。みなこちさんはぼんじりという鶏肉の尻尾の部分が好きで、北海道ではそれをポンポチと呼ぶそうで、みなこちはそこから来たとのことでした。もともとは大学でピアノを学んでいて、同じ大学でコスプレをやっている人が多く、その影響でコスプレをし始めたそうです。どこの大学かと思い調べたら、フェリス女学院大学、つまりお嬢様学校ということで、ますます血圧が上がりそうですね。大学卒業後は美術学校でアートを学んでいて、ある時グラビア活動をしているレイヤー仲間からの誘いを受けて事務所に所属し、2023年1月からグラビア活動を開始しました。美術に興味があるというだけあり、女性の体はアートだ捉えていて、すっぽんも好きでよく海外のものを鑑賞しているそうです。2024年5月にファーストイメージ DVD をリリースしていますが、ジャケはかなり際どく、デビュー作にしてこれなら今後どのようになるのだろうというぐらいの仕上がりゆえに歓喜した人も大勢いらっしゃったことでしょう。3月に石垣島で撮影されたという同作品の中では、それなりにコスプレ経験もあった彼女でさえ動揺してしまった衣装を着用しての撮影もあったということで、緊張したせいなのか、ぎっこちなくて挙動不審になってしまったと語っていましたが、セリフはそれなりに話せたそうです。2024年8月には早くもセカンド DVD をリリース。前作よりも抑えめなジャケですが、そのスタイルの素晴らしさは変わらず、今後はグラビアの雑誌に出たいし、憧れのグラドルの東雲海さんのようなメリハリのあるスタイルを目指したいと意欲満々。現在は撮影会や絵画の個展を開催したりと、幅広く活躍するみなこちさんに期待しようではありませんか。このチャンネルでは話題の人物を取り上げていますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。